山中湖観光協会からこんばんは。今1回目の充電が終わって74%まで回復しました。確か44%ぐらいから74%ぐらいまでいったんで、いいっすね。ここ無料っすよ。バッテリーが溜まってきたら途中で 40kW で充電できるようになってきましたんで、こかなりいいんじゃないですかね。かなりいいっすよ。で、 次もいませんので、いませんのでって暗くて全然わかんないですけど、2回目充電させていただきます。2回目の途中で次の人が来たらすぐどきます。僕もう今日ここで車中泊するつもりなんで、そんな感じでやりたいと思います。では2回目スタートです。この山中湖の急速充電器の何がいいって、連続でやっても出力がほとんど下がんないんですよ。これは超太っ腹ですね。いいっすよ。神ですね、神。もうこういうのあると、 もう山中湖のここら辺で金めっちゃ使いたくなりますよねよしとりあえずあそこの自販機で3つぐらいジュースを買おう暗くて映んないと思いますけど昼間だとここが観光の案内所なんですよでいろいろ面白いのがあるんでいいと思いますあの店員さんの態度がすごいいいでここがなんか図書館みたいです暗くて分かんないですね明日朝になったらもう一回映します 2> で2回目の急速充電やってますで山中湖のこの急速充電器は出力が 40kW なんですよどうですか 一回目最後の方 40kW まで出て、で、今 33kW まで下がってますけど、これはですね、バッテリーの、が77%なんで、満充電近くなってきたんで、こんな感じになっているかと思います。バッテリー温度はこんな感じですね。いいっすね。二回目の充電で、しかもバッテリーの残量が78%から、33kW まで出てくれりゃ、全然余裕ですよ。いいな。これ、二回やって、まあ、三回目までやる必要ないんですけど、 どうしようかな。時間があって眠くなかったらやってもいいような気もします。本当はバッテリーに良くないんでやめた方がいいと思いますけど。で、バッテリーですね。ちなみに80%ぐらいになったらそれ以上やろうとすると効率が悪くなるんでおやめになった方がいいかと思われます。まあ悩ましいところなんですけどね。社長枠するんでやっちゃいたいような気もしますけど、まあその時に考えましょうか。 そんな感じです2回目で92%まで入りましたね入ったのが 11.6kWh でございますなのでこう見てもらえると分かる通り2回目はあのー、効率が悪くなるんですよなんで僕が2回目あんまり進めないっていう理由がこれなんですよよし92%まで行きましたもうどこまでも行けますけど ETC カ,カードが確認しました。はい。で、もうこれからは車中泊です。寝ます。そして僕の車中泊なんですけど、なんの工夫もないんですよ。こう、ニトリで買った人をダメにするソファーをここに置いて、こう、リクライニングして、そこに枕を置いて寝るだけと。まあ、こんな感じですよ。で、エアコンガンガン使いたい放題なんで、これでも余裕で寝れますね。 で寝てる間、寝てる間っていうか、こう、眠りにつかえたら何やってるかって言ったら、まあ YouTube 見たりとか、で、今日今まで撮った動画を iMovie でギュッとくっつけて、それを見ているとか、まあそんな感じですよ。あと YouTube のネタを考えたり、簡単な編集をしたりとか。 って感じですね。なんかあの、ランタイムさんみたいになんか社長泊のいろいろみたいなのやりたいんですけど、僕あんまり荷物をいろいろやるっていうのが好きじゃないのと、あとそもそもリーフだと荷物がまあそんなに入んないっていうのはありますからね。まあそんな感じですよ。おやすみなさい。明日の朝の景色をお楽しみに。